こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では、大人の冬服はこの5着だけあればいい、グリーンレーベル編ということで、皆さんに動画をお届けしてみたいなというふうに思っています。こちらのシリーズはですね、毎シーズン定番で行っているものなので、おそらくですね、楽しみにしている男性も多いんじゃないのかなというふうに思っています。今回はですね、ユナイテッドアローズグリーンレーベルリラクシングさんとのコラボレーションということで、僕がですね、実際にアイテムを見てきましたので、その中からですね、本気でおすすめできるものをですね、5つに厳選して皆さんに動画をお届けしてみたいなというふうに思っています。もうグリーンレーベルさんとのコラボレーションはですね、かなりの回数を重ねてきたわけなんですが、やはりですね、大人世代に使いやすいようなベーシックかつ程よくトレンドを取り入れた服がですね、グリーンレーベルさんには非常に多いんですね。しかも価格帯はですね、比較的買いやすいので、多くの大人の男性にとってはマストなショップかなというふうに思っています。まあ、その中でもですね、今回は冬物をご紹介させていただくわけなんですが、やっぱりですね、冬物は楽しいわけですよね。夏服に比べるとバリエーションが広いので、はるかにですね、コーディネートの幅も広がるわけなんですが、ただですね、冬物はたくさんのバリエーションがあるので、どれを選べばいいのかわからないという男性もきっと少なくないのかなというふうに思っています。ということで、今回はですね、数あるグリーンレーベルさんのアイテムの中から5つに厳選してですね、皆さんにアイテムをご紹介したいなと思っていますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなというふうに思っています。それでは早速行ってみましょう。はい、ということで早速ですね、具体的なアイテムについて解説をしたいなと思ってるんですが、まず1点目のアイテムはですね、僕が今着ているこちらのですね、チェスターコートですね。これがですね、めちゃくちゃ良かったので、まず一番最初に皆さんにご紹介ができればなというふうに思ってます。ちなみに冬のアイテムの中で最も目立つものというのは、僕はアウターだと思っているんですね。それはなぜかというと、アウターというのはですね、一番外側に位置するもので、なおかつ面積が大きいので、このアウター次第で印象は大きく変わるのかなというふうに思ってます。そしてこのですね、アウターというジャンルはですね、大きく2つのですね、アイテムに分けることができるかなと思ってるんですが、前者が今僕が着ているようなきれいめのコート、そして後者がですね、2つ目のアイテムとして解説したいダウンなんですね。で、僕ら大人世代としてまず最初に持っておきたいのはきれいめなコート、これで間違いがないかなと思ってまして、その中でも代表的なのが今僕が着ているようなチェスターコートですね。これはですね、最近ではすっかりと定番化したアイテムなんですが、着丈が長くて上品に見えるので、大人の男性にはですね、ぜひ1着は持っておいていただきたい、もう必須のアイテムなのかなというふうに思ってます。まあ、今回着ているこちらのチェスターコートなんですが、まず注目していただきたいのはシルエットなんですね。最近はですね、ビッグシルエットの影響もあって、チェスターコートでもゆったりめのサイズ感のものが増えてるんですが、今僕が着ているこちらのチェスターコートに関してはサイズ感はですね、決してゆったりめというわけではなくて、定番的なサイズ感になってるんですね。これがかなり使い勝手が良くて、このようなサイズ感であれば、今の僕の着こなしのように内側にですね、パーカーを着てみたいだとか、あとはニットを着てみたいだとか、バンドカラーシャツを合わせてみたいだとか、そういったカジュアルシーンでももちろん使うことができるんですが、それだけではなくてビジネスカジュアルでも使うことができるんですね。これがですね、トレンド感のあるゆったりめのチェスターコートだと、ビジネスシーンだとなかなかですね、雰囲気が合わなかったりするんですが、このようなシルエットだとオフだけではなくてオンでも使えるというところで、すごくですね、使える範囲が広いのかなというふうに思っています。肩周りはですね、結構コンパクトにできてるんですが、身幅に関しては適度にゆとりを出しているので、オンだけで使えるようなものではなくて、カジュアルに落とし込んだ時にも適度に今っぽさというところが感じられるのかなというふうに思っています。そして忘れてはいけないのはこの色味ですね。僕が選んだのはベースはネイビーなんですけども、そこに対して細かなチェック柄が入ってるものなんですね。これがめちゃくちゃ良かったんですね。遠目で見るとネイビー単色に見えるんですが、近くで見るとこれがですね、柄があって退屈に見えないところがですね、すごく雰囲気がいいんですね。ネイビー無地のチェスターコートというのは結構いろんなお店であったりするんですが、このような細かい柄の入ったものはですね、なかなか珍しいので、個人的にはこの雰囲気がすごくいいかなと思っています。カジュアルで着る時にも退屈すぎないですし、ビジネスシーンで着たとしても柄自体がすごく細かくて、遠目で見た時に無地に見えるので、そんなに悪目立ちしないので、様々なシーンで使い勝手がいい柄なのかなというふうに思っています。そして素材もですね、すごく良くて、スーパー100のウールも使われているので、幅
肌触りがですねすごく気持ちがいいんですね。このようにベースのあるデザインが良くて、なおかつ素材の質感が良く、色味だとか柄の雰囲気のいいチェスターコートが3万円以内で買えるというのはですね、かなりコストパフォーマンスがいいかなと思うので、ぜひ皆さんにもチェックをしていただければなというふうに思っています。特にですね、動画を見ていただいている大人世代の方にはこのようなですね使い勝手のいいチェスターコートが1着あれば数年は使っていただけるかなと思うので、ぜひチェックをしていただければなというふうに思っています。はい、続いて2点目にご紹介したいのは、僕が今着ているこちらのダウンですね。これまたですねすごく完成度が高いので、皆さんにご紹介ができればなというふうに思ってます。まあ、こちらのダウンに関してはいくつかポイントがあるんですが、一番気に入っているのはですね、この着丈のバランスなんですね。見ていただくと、お尻がですねすっぽり隠れるぐらいのですね着丈になっていまして、これがバランスがいいんですね。まあ、ダウンというと一般的にはですねショート丈のものが多いんですが、こちらのダウンに関しては少し長めなんですね。そうすることで少しですね大人っぽい雰囲気が漂うので、この長さというのはすごくバランスがいいかなと思ってます。まあ、ダウン全体を見てもですね、最近はこのようにちょっと丈が長いものが旬になっているので、ややトレンド感というところも感じ合えるので、そういった点を見てもですね、この長さはまずは注目すべきポイントなのかなというふうに思っています。そしてダウンというとですね、皆さんのイメージの中にはシームというような縫い目がですね等間隔にあって、ちょっとですねボコッボコッとなったようなイメージ、こういったものを持たれている方も少なくないかなと思うんですね。ただこちらのダウンに関してはシームがないですね、いわゆるシームレスダウンと呼ばれるものになっていまして、表面に凹凸がないのでスマートに見えるんですね。このあたりもですね大人に着ていただきやすいようなスマートさが漂うのかなというふうに思っています。そして表面の質感もすごく良くて、ウールとポリエステルのコンボ素材になってるんですが、そのおかげで表面の質感もですね上品で大人っぽく見えるので、そのあたりもバランスが良くて、まさに大人に向けたですねダウンに仕上がってるのかなというふうに思っています。本来であればダウンというものはかなりカジュアルに見えるんですが、着丈のバランスですとか素材の質感ですとか、あとはシームレスにすることでよりカジュアル感を抑えたこちらのダウンというのはかなりバランスがいいのかなというふうに思っています。コーディネートは簡単で、このダウンの下にはですね今僕が着ているようなニットですとか、あとはスウェットですとか、あとはバンドカラーシャツにカーディガンを着てその上にダウンを着るですとか、そういった着こなしがハマりがいいかなと思うので、ぜひこちらのダウンもですね冬の主役として活用していただければなというふうに思っています。はい、続いて3点目にご紹介したいのは、今僕が着ているこちらのパーカーなんですね。パッと見はシンプルなパーカーに見えるんですけども、結構ですね細かいところにこだわりがぎっしりと詰まった一着なんですね。まず見ていただきたいのはサイズ感なんですが、僕が今着ているのは S サイズなんですね。僕は身長164センチ53キロと小柄なんですが、僕のような体型でもですね S サイズで少しゆったりめになっていますし、あとはですね肩のラインもちょっと落ちているので、程よくですねゆるさのあるようなサイズ感になっているのがバランスがいいのかなというふうに思っています。あともう一つですね、個人的に気に入っているポイントがありまして、裾ですとか、あとは袖ですね、このリブの部分がかなりキュッと締まっているので、その上の生地にですねたっぷりめの余りが出るのがすごくバランスがいいかなというふうに思っています。こういったシンプルなパーカーだからこそ、サイズ感ですとか、あとはディティールの部分にこだわりがあるのはすごく嬉しいポイントなのかなというふうに思っています。そしてなんといっても見逃してはいけないポイントが、素材使いの贅沢さというところなんですね。こちらはギザコットンというですね世界的にも非常に希少な素材を使っているんですね。いわゆるですね世界三大綿の一つであるギザコットンですね、これを贅沢に使っていることで、すごくですね表面に光沢感があってしなやかなんですね。この風合いの良さというところが最大の魅力かなというふうに思っています。まあ、パーカーというアイテム自体が本来はすごくカジュアルなので、そのアイテムに対して素材使いをすごく上品に振ってみたいだとか、あとはサイズ感を今っぽくして、さらにはディティールにこだわることで非常に完成度の高い一着に仕上がってるかなと思っています。まあ、様々なカラーがあるんですが、その中でもですね個人的にはパキッと明るさのあるこのホワイトが生地の光沢感も含めてすごくですね楽しみやすいかなと思うので、皆さんにもお勧めしたいなというふうに思っています。コーディネートは簡単で、こちらのパーカーを主役にしながらスラックスみたいなものを合わせてもらってもいいですし、パーカーの上にですね先ほどご紹介したチェスターコートを羽織るのもいいかなと思うんですね。
チェスターコートの綺麗さとパーカーの持つカジュアルさ、これがミックスされるとすごくバランスがいいので、ぜひ皆さんにもですね、大人の綺麗めの着こなしの中にこういったパーカーを混ぜ込みながら冬の着こなしのバリエーションを楽しんでいただければなというふうに思っています。はい、続いて4点目は、今僕が履いているこちらのフラノ素材のユーティリティパンツですね。グリーンレーベルさんの中では定番となるシリーズなんですが、シルエットが細身ですごくですね、スタイルがよく見えるんですね。最近はですね、ビッグシルエットの影響でボトムスもですね、結構ゆとりのあるものが多いんですが、そんな中でこのですね、適度に足にフィットしたシルエット、これがですね、やっぱりスタイルがよく見えて、僕ら大人世代にとっては鉄板のシルエットなのかなというふうに感じています。僕自身もですね、最近は改めてですね、こういった定番的な細身のものも履くようにしてるんですが、やっぱりですね、全体で見た時のスタイルの良さというところは際立つので、1本は改めて持っておきたいボトムスかなというふうに思っています。素材の質感はフラノということで、少し機能感があって秋冬らしい雰囲気が楽しめるんですが、あとはですね、これ無地のように見えるんですが、よく見るとですね、細かなヘリンボーン柄が施されているんですね。この雰囲気もまたですね、平坦に見えないので、すごくバランスがいいのかなというふうに思ってます。そして色味なんですが、様々なカラーバリエーションがある中で、僕はダークグレーを選択しました。この色味がですね、すごく使い勝手が良くて、先ほどご紹介したようなネイビーのチェスターコートなんかにももちろんハマりがいいですし、あとは僕が今着ているようなホワイトのパーカーですとかスウェット、あとはニットなんかとも相性がいいので、あらゆるトップスとのバランスがいいような、すごくですね、使い勝手のいいボトムスになっていますね。そして足元もですね、様々なものが合うんですが、今僕が履いているのはホワイトのレザースニーカーですね。これまたグリーンレーベルで購入したジャーマントレーナーなんですが、こういった形で足元を明るくしてあげるのもいいかなと思いますし、結構こちらのボトムスはシルエットが細身で綺麗なので、カジュアルシーンでも活用できるんですが、こちらにあるようなローファーを履いてもらえば結構ですね、ビジネスカジュアルでも使うことができるんですね。ちょっと履き替えてみたいと思います。はい、こんな感じですね。すごくですね、こういったローファーとの合わせもいいかなと思います。ビジネスシーンで履くのであれば、靴下はですね、ブラックだとかネイビーだとか、そういったもので合わせてもらうといいかなと思うんですが、カジュアルでローファーと合わせて白ソックスみたいなスタイルもかなりバランスがいいので、こういった着こなしもできますし、それだけではなくて、スニーカーの中でも今旬なのがニューバランスなんですけども、こういったですね、ちょっとやぼったさのあるようなスニーカーにもすごく相性がいいんですね。そちらに履き替えてみたいと思います。はい、履き替えてみました。どうでしょうか。このようなですね、ボリューム感のあるニューバランスのスニーカーとも非常に相性が良かったりするので、こういったダークグレーのボトムスに対してライトグレーのニューバランスをスニーカーという形で合わせてもらうのもいいかなと思うので、1本あればトップスも様々なバリエーションに合いますし、あとは靴もですね、個性を変えながらですね、コーディネートできるので、すごく便利な1本になっているかなというふうに思ってます。ちなみにですね、こちらのボトムス細身で綺麗めなんですが、ドローコードがついていて、気軽にですね、ウエスト部分のサイズ調整ができるのも便利ですし、あとはですね、腰にもゴムが入ってるんですね。こういった着心地の良さというところも含めて非常に使い勝手がいいので、ぜひ皆さんもチェックをしてみていただければなというふうに思っています。はい、続いてラスト5点目はですね、今僕が着ているグリーンレーベルとですね、ザ・ノースフェイスパープルレーベルとのコラボレーションとなっていますダウンカーディガンブルゾンですね。これはですね、おしゃれが好きな方にはたまらないコラボレーションかなというふうに思っています。ザ・ノースフェイスというのはですね、もう皆さんもご存知の通り、アウトドアブランドの中でもデザイン性が高くて街着に適したものをですね、たくさん輩出しているブランドなんですが、そのノースフェイスの中でもパープルレーベルというのはナナミカというブランドがあるんですが、そのブランドとのコラボレーションラインになってるんですね。このナナミカというブランド自体も非常にですね、おしゃれが好きな方には定評のあるブランドで、機能的なアウトドアウェアをですね、日常のベーシックウェアに取り入れた先駆者的な存在なんですね。この2社がコラボレーションしたパープルレーブというのはですね、かなり人気の高いブランドなんですが、そちらからリリースされたこちらのですね、カーディガンダウンはですね、やっぱりデザイン的にも一
とひねりあって個人的にもですねこれは欲しいなというふうに感じています。まあ、デザイン的にはですね襟元がすっきりとしたカーディガンタイプになっていまして、最近はですねこういったデザインのものはすごく増えていますね。特徴的なのは瓢箪型のですねこのキルトなんですけども、ここがですねデザイン的にも一つのアクセントになっていて個人的にも気に入っているポイントなんですね。シルエットに関してもこちらはですね最初の S サイズなんですが程よくゆったりしていますので今っぽい雰囲気が漂っているので、このあたりもですね個人的には気に入っているポイントになります。襟元がすっきりとしているので内側にはですね首元にボリュームがあるようなパーカーですね、これが一番相性がいいかなと思ってまして、先ほどご紹介したグリーンレーベルのですねこちらのギザコットンを使ったパーカーですね、こちらを使って、あとボトムスに関しては上半身がかなりカジュアルなので少しきれいめな雰囲気のものを合わせた方がいいかなと思うので、これまた先ほどご紹介しましたグリーンレベルのですねきれいめなボトムスを合わせています。つまり全身グリーンレベルで揃えているわけなんですが、これまたですね程よくカジュアル感が漂うようなバランスの良いコーディネートに仕上がっているかなというふうに思っています。このような着丈の短いアウターというのは一着あるとすごく便利なんですね。重ね着をすればですね結構寒い時期まで対応ができるので、ぜひですねノースフェイスを普段から愛用していただいている方もちょっとひねりを効かしたパープルレーベルのこういったアイテムも着こなしの中に取り入れていただければなというふうに思っています。はい、ということで今回の動画では大人の冬服はこの5点だけあればいい、グリーンレーベル編ということでお届けさせていただきました。まあ、冬服はですねたくさんのバリエーションがあるわけなんですが、今回ご紹介した5点があればかなりバリエーションが楽しめるかなというふうに思っています。まあ、ちなみにですね今回ご紹介したアイテムに関してはこちらの動画の下の概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらからチェックをしていただければなというふうに思っています。またオンラインだけではなくて実際の店舗に行って試着をしてから決めるのもいいかなと思うので、ぜひ店員さんと相談しながらですね冬服を楽しんでいただければなというふうに思っています。実際の店舗にはですね今回ご紹介したもの以外にもですね様々な魅力的な商品があるので、ぜひですねそういったものも見ていただきながら冬服を楽しんでいただければなというふうに思っています。ぜひ今回の動画を見ていただいた方にはですねコメント欄にこのアイテムが欲しいなと思いましたですとか、このアイテムのこの色が好きでしたみたいな形で感想ですとかコメントを書いていただけると嬉しく思っています。以上スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。